さて第2部いきます。バボちゃんさんマイクいいですか。はい、あ、そっちにいるのね。はい、これだと拾いやすいでしょ。なんかあのなんか通販の司会みたいなね。うん、今回ご紹介するのはこちらの2品みたいなねチューニングをなんとみたいな。今日は実演していただくという販売でございましてね。人間シンバル。さあ、じゃあもう早速野崎ワークショップ第2部は技術編ということでやりましょう。野崎さん、始まってんのこれ。始まってますよ。始まってます。どうもおはようございます。おはようございます。野崎さんです。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何からやればいいですか。何からいきますか。皆さん紹介しましょうよ。第2部から出る方こちら、はい、奈良クラブの湯に来てますが、どうぞ自己紹介。プーです。イシューの DVD3 枚目で最後爆睡こいつやつですね。はい、皆さんその方が分かりやすいと思います。朝6時に東京に帰りたかった男で有名な、ね、はい、近い近い近いで、プーさんは、スネアと、あ、タムと、はい、で野崎さんが今スネアと、はい、あ、ごめん、ね、そっちで喋る。はい、いいよ。一応両方やってみようかなと。チェンジですか、途中。いや、チェンジというか、まず何かやろうと思ったっけ。最初チューニングからやろうかなと思ったんですよね。どうぞ。もう本当に太鼓やる人だから、うんうん、まあ、チューニング、まあ、マイクもういいですよ。真ん中で。はい、チューニングはね、いや野崎さんいいです、マイク持たなくて。あ、すいません、うん、はい、結局チューニングを教えようかなと思ったけど、はい、でもチューニングってそんなあのレコーディングするわけじゃないんで、はい、別にいいのかな。よくあの楽器屋さん行くと、うんうん、こういう風に対極に締めて、対極ちょっと寄りますね。はい、そこね、こう、なんかこういう風に。それは何を締めるんですか。皮、ま、ヘッドを締めると、締めるとその皮の張りが変わるってことですね。これ裏いじった、裏いじったいね、うん、まあ、もちろんネジを締めれば高い音、緩めれば低い音、低い音当たり前ですけども、はいはい。で今のさっきの音叩けばよかったけど、まあ、緩めれば下がると、下がるはずなんだけど、まあ、キーがマイクでそれからその違いが出るかちょっと微妙です。はいはい、ちょっと下がったかな。ちょっと下がりましたね。うん、うん、まあこれくらいの違いしか出ないんですけど、これスタジアムで聞いてると高い音を出せば遠くに行く、はいはいはい、低い音だったらまあ近くにしか行かないんですけど、まあ、それ周波数みたいなもんですよね。周波数ですよね、うん、もちろんですね。で低い音のスネアが好みの人と、うん、高い音のスネアが好みの人と、うん、まあ、チームそれぞれあると思うんですけども、僕個人的には、うん、どちら高い音の方が好きと。低い音だとちょっと80年代80年とかなんかジャズとかだとスネアすごい低いんですけど、うんうん、そうですね、今の多分現代の音楽は大体みんな高いと思うんで。なるほど、これぐらいでね、もうカーンって音が鳴るぐらいの、こう割と乾いてね、乾いた音、高くカーンっていきますね。乾いた音でタムを低い音で鳴らしながら、うん、タムは低くいくと、うん、はい、やるのが僕は個人的に好きです。了解です、うん、で
結局ヘッドをさこう、はい、均等に貼れなんて楽器屋さん行くと言われるんだけど、はいはいはい、まあ、なんなの均等に貼った方がヘッドの減りがいいのかわかんないですけど、僕らはその音楽グループやるわけじゃないんで、うん、ないから叩いていて気持ちいいか気持ちよくないかチューニングはが、うん、野崎さんの大事なポイントなんですね、うん、だから叩いた時に、うん、気持ちいいか気持ちよくないか、うん、あとは叩いた時のこのヘッドの感触で手に力入るじゃないですか、それが気持ち悪くないタイミングポイントがいいのかなと、うん、で本当の、まあ、ちょっとこう部屋の中でそんな大きい音出せないんですけど、うん、まあ叩いて誰かに叩かせてちょっと自分は10メートルぐらいこうスタジアムでいつも応援しているエリアから2ブロックぐらい離れて、うんうん、でそこで誰か叩いてもらって自分の耳で聞くんですね、音がどんな音鳴ってるかって確認すると一番分かりやすいかなと思って。野崎さんはそういう、こう確認はするんですか。たまにやるんですけど、うん、基本的にもうチューニング僕したら し変えないやりっぱなし、うん、変えないっていうか、まあ、試合中で、うん、あの緩まったら閉まることあるんですけど、うんうん、あとまあヘッドがちょっと使ってる間に緩んできちゃって、うんうん、どうしても締めざるを得ないときはどんどん締めていくんですけども、うんうん、まあ基本的には毎試合どんな試合であっても同じチューニングでやってるつもりなんで、まあ試合前にあんまりチューニングするとかってこともあんまりないんですけども、はい、チューニングやる人はもうこれで1時間も2時間もこうあの夏が本当のドラム職人みたいな人はやってはいるんですけど、うんうん、どうなんですかね、サッカーのファンで各チーム太鼓叩く人最低でもね、どうなんでしょうね、実際どういう傾向があるんですかね。僕はねスネア担当じゃないんで、うん、スネアのチューニングプロじゃないんで、うん、本当はだからスネアはあの人なんだっけ、スネアのプロは誰、プーさんのスネア、いや、スネアやる人いないのこの中に、君やるのスネア俺一応やるけど、君はどこでスネアやるのかね、あの冠婚冠婚総裁です冠婚総裁、あとフリーで依頼があればやるみたいな。まあいや、ミュージシャンとか、うん、その音楽集団ではないわけで、あのね、ゴールラで、ね、音がな、まあ、こういう風にやったら音が鳴るよっていうポイントはあるんでしょうけど、うん、基本的に思いっきり綺麗な音よりでかい音出せるかの方がそっちの方が大事だろうっていう、ね、重要ですよね、うん、はいはい、だからまあ思いっきり叩いていれば大きい音は出るんですけど、はい、まあ、なるべく少ない力ってもいいし、応援でやってればちょっと技術論なんでちょっと質問なんですけど、うん、大きい音を叩くっていうのは要するに腕力っていうかそのパワーが大事なのか、要するにもっとその要するに叩く場所とか、うん、スティックの使い方持ち方とかそういうところでそのちゃんと針がパーンって大きい音出るとかある、そういうのあるんですかね、野崎さんの。僕はね両方でも思いっきり叩きすぎると今度音がベチンって響かないんで、なんだろう、ボールを投げて跳ね返ってくると同じようにちゃんと途中で力抜いて引き上げる力がないと、思いっきり叩いてすぐ引き上げられれば大きい音になるんですけど、叩いて力がこう入った瞬間これ反発がなかったらドーンと置く感じだとダメだよね、終わっちゃうわけですよ。だからこうあえて自分で引くっていうかね、引くっていうか引く瞬間っていうのはなくて手首の返しみたいな、ね、落としたらそれ跳ね返りを利用するしかない。なるほど、ね、まあ、これはスネアでもタムでも、まあ、どんな太鼓でもこれ普通一緒なんですけど、たまに力入りすぎちゃってベチッ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 という人もいると思うんで、あの多分こういう放送を見てる人の中にもうすでに現役、うん、もう俺やってるっていう人も野崎さんの技術は何だろうって気になるって見てる人もいると思うんですけど、うん、これからやってみたいなみたいな人もいるじゃないですか。だから多分今のお話はこれからやる人のためにはコツはそういう感じなんじゃない、まあ、初心者でこれから楽器を買ってですよね、ちょっと太鼓デビューしたいなみたいな人は今のところが気になるのかなと思って、まあ、最初に今日は スネアドラムのスネアドラムの、まあ、僕はスネア専門ではありませんということで、はい、あのね、余談なんだけどね、今日ねギャラリーにね現役であの F リーグで太鼓叩いてる子がいるんだけど、うん、ものすごい真剣かつ難しめな表情で、うん、あのここですね、あのアグレミーナのモヒカンかぶってる子ですね、うん、でも今度大事なのはこっちのチューニングもしなきゃいけないわけよね、そのこの今のスネアの
この今スネア一応軽くチューニングに合わせてバランスを今度取る。バランスというかこっちも普通のタムの方も、はいはいはい、結局は自分の好みですよね。じゃあ野崎さんの好みでちょっと合わせてもらっていいですか。今スネアはもうあったということで、ちょっと、わちゃわちゃしておりますね、はいはい、で僕も割と、僕も割と思いっきり叩く方なので、はいはい、タムの音も結構かなり高めにチューニングしてます。お願いします。じゃあチューナー貸してもらって、これ合わせてないよね。裏は裏いじったね。あえて全部バラバラになって、なんかあの師匠と助手って感じですね、今の会話。裏合わせてまあこれでも十分いい音鳴るじゃんと思うんですけど、はいはいはい、まあ、もうちょっと僕は締めます。すいません、ちょっとアップで寄りたいんで、はい、野崎さんの体の向きを細谷さんの方に向けてくれれば太鼓の面が見れるので、はい、それで今でもだいぶいい音は寄りますね。ちょっと低いかなと思うんで、この音の伝わりがちょっとユーストリームでどう言ってるか分かんないですけど、まあ、厳密にはね厳しいかもしれないですけど、うん、だいたい伝わってますから。今締めてますね。ちょっと締めます、ちょっと締めますが、はい、半回転ぐらいずつ、はい、で僕これ16インチ ×16インチ、普通使われてる方みんなこさんはこれだと思うんですけど、大体、はい、まあこれがたまに、今これネジが8箇所あるんですよ。8箇所はい。たまになんか安いドラムセットかなんかヤフオクなんかで落とすと、これが6箇所しかないやつとか、おーおーおー、あるいは5箇所しかないやつとかあるんですよ。へえ、なるべく皆さん8箇所あるものを使っていただきたいなと。まずその道具入れば8箇所、メーカーはねこれまあタマとかどこのメーカーでもいいんですけど、この8箇所、まあ6箇所のものでも音は出るんですけども、8箇所あったやつの方がヘッドがちゃんと張れる。うん、そういう微調整はやっぱり5や6だと支えてる支柱が5本しかないんで、多分締めても締めてもなんか緩んでる感じが僕はしてきちゃうんで、ね、基本的に僕はこの8本あるやつを野崎さんは使うと。カメラの前の、画面の前の皆さんもぜひ家でご一緒にやってください。はい、ぜひ、ね、やってください。締めてください、締めてください、締めてください。やってますか。家でやってる、うるさくてしょうがないそうですね、今これは裏を締めてるんですね。裏を締めて、これ表を締める裏を締めるっていうのはやっぱり影響し合うってことですかね。で表だけ締めても意味がない。裏面貼らない人もいるんですよ。はいはいはい、まあ、僕は貼る派、はあ、推奨、ほう、推奨。でもなくてもいいですよ、うん、ない方のがチューニングは楽ですよね。うーん、片面だけで済むんで。なるほど。でも裏貼った方がなんていうかな、その音の響き、響き、響く時間が長いので、長いので波長が長くなるので、波長が長いとあとボーンって音になるんですよ ね、はい、で片面しかないやつはドンって終わってしまう、うんうんうん、まあそれも好みかな。野球の方は基本的に片面ですよね。 でも野球の場合メガホンと手拍子があるんで、うんうん、あるから片面でもいいと思う。なるほど、うん、だからよく、まあ現場でも耳に太鼓の音って聞こえるし、うん、まあテレビ中継でも聞こえるじゃないですか、うん、太鼓って。だからやっぱり違い、耳がいい人だとこう違いって分かると思うんですよね。でそれが今野崎君言ったように、うん、タムは裏あ張ってないなとか張ってんだなみたいな違いは、そのドーンって伸びるのとドスンで終わっちゃうのの違いはそういうところなんですかね。僕テレビの中継だとね、うん、マイク通したと分かんないですね。分かんないですか。じゃあやっぱ現場ですか。あのサポーターの人数とかスタジアムの雰囲気で分かんないですけど、はいはいはい、現場で近くで行けば多分裏張ってるか張ってないかは多分耳でも分かっちゃう、で、あと裏が張ってないと音のしこ、なんつうの、音がまっすぐしか伸びていかないです、うん、で裏張ってやると全体にこういう風に音がいく、うん、片面しか張ってないとは向こう奥に、あの一方向にしか音が響かないってことね。後ろの方にしては聞き取りづらい、聞き取りづらいんだよね。だからまあゴールライン、要するに、まあ、なるべく360度均等に音が響くようにっていうのは裏を張っておくのがいいんですよ。そうですね、まあこれを見てるチームの方はみんな少ないチームだと思うのでそれって屋内競技でもそうなの。例えばフットサルとかさ、 F リーグだと多分応援団っていっぱいいるじゃん。ああ、F 体育館、体育館、体育館だと
多分この半分ぐらいの大きさのサイズでも十分響いちゃうと思う、うんうんうん、だ体育館はそんなにっていうか音こだったらキリがないけど、多分これを叩いたら多分ちょっとバランスがね、こっち太鼓の音がでかすぎて、ええうん、まあ僕先月三栄不動産っていうフットサルチームを応援した時、この多分2台とスネア1台で大音響で、うんうん、でもフットサルってすごいですね、あんなでっかい音出してもさうるさいとか言わないんだよ、誰もね。そう、それはね、そうなんだよね、言わないよね、うん、まあ野球場とか東京ドームとかだとこのサイズのドラム1個しか持ち込めないとか、うん、ああ、うん、規制があるんですが、でしょ。ごめんなさい、体育館の話ちょっと引っ張っちゃいますけど、うん、それってやっぱりそのスタジアムの演出あるじゃないですか、その音響機器でね、うん、音楽かけたりそういうのも相当大きいから、うん、あんまりうるさいみたいな印象にならないんですかね。体育だから、でも主催者側の裁量じゃないですかね、うん、なるほどね、太鼓がうるさいと思うか思わないか、当然青空じゃないわけだから音が抜けていかないから、ね、こう回るわけじゃないですか、うん、室内でワンワン、うん、でそれでも邪魔じゃないっていうのは、そうですね、でもあれのでも東京ドームなんかやっぱ 1個、まあね、1個しか太鼓使えないわけですよ、あんなに5万人も入るところですね、うん、でもほとんどみんな応援しちゃうと、まあ、外野が一番太鼓逆に聞きづらいと思う、あーなるほど、多分ロッテファンの人なんか多分、まあ、みんなあんだけ応援してるから太鼓外野聞く、でも外野離れて正面の内野に行けば、うんうんうん、まあ、階段状になってるから、うんうんうん、もう音が前に行くんで太鼓聞こえるし、るもっと行けば僕本郷三丁目の駅の方に行った方が太鼓が聞こえるってなるほどね、あ、東京ドームの場合ね、うんうん、中の外野より外の方が聞こえるっていうの、まあ、そんな感じだと思うんで、まあ、チューニングとかスタジアムによっても音の響きっていうのは変わってくると思うんで、わかりました、まあそれはもう各会場によって、うん、そう、本当はね、だからチューニングを好み、この音とか好みとかみんな叩く人によってももう千差万別になりますね、これはね、うん、まあ野崎さんはとにかく高くて抜ける 音が遠くになるべく行くようにして、遠くに行く方がいいし、裏面も張ります、うん、で裏も表もタムはやるよ、うん、基本的に裏も表も同じぐらいの硬さで張ります、まあ、まあ触って同じぐらいの硬さかなって、こういう風に触ってで叩いたら、まあ音が出ます、はい、で今マイクで拾うとものすごいカーンって音がして、はい、近くで聞いてると、うんうん、だけどこれもスタジアムでちょっと離れた時にどう聞こえてるか、うんうん、やっぱちょっと確認はした方がいいよ、した方がいいかもしれない、初めて使うわけだ、うん、でも叩いててやっぱ気持ち悪いなと思って今ちょっと高すぎたなと思ってちょっと緩めます OK です。今チューニング直しております。今のは高かった、これ今視聴者で質問とか来てます、この技術編で、なんか質問とか来てますか、特になければなんか気になるコメントとかってありますか。はい、今どんくらい見てるんですか。あの今日こう野崎さんの技術を見たいっていう人が観覧約1000万人ぐらい今来てますよ、フロアにいるんですか。なんか質問ありますか。なんか質問とかあるんですか。今のなんかスネアとかタムでこう聞きたい、スネアとかタムで聞きたいとか、意外と現役で応援してる人がもういない、君なんか今やってんだから聞いた方がいいんじゃないの。うん、そういうのに弱いんだよね。じゃあ何をやろうか、はい、じゃあ質問なければいきましょう。もうやってもチューニングはねもう気合というか気合チューニング気合か、あと自分の好きなポイント見つけるかだから、うん、それってでもどんくらいで見つけたの。いや、わかんない。あ、そうそう、それわかんない。野崎さんが最初に太鼓叩いたのって何歳の何年。俺、多分16歳ぐらいだけど。どこでどこで叩いたんだろう。でもね、いや、それもちょっと西武ライオンズ応援やってた時ね。あ、西武ライオンズ応援やってて、西武の応援団に入った時にそれやった。でも太鼓のチューニングなんてそんなね、してなかったからね、そう、最初は。でもそういうのってどんくらいで気になりだしたの。いや、サッカーの応援やってから。ジェフで。じゃあフロンターレだね。フロンターレで応援始めて、うん、そっから太鼓チューニング気にするようになったけど、でも意外とやってみると気にするっていうか、多分叩いてる、叩けば叩くほど毎日違うなって、ヘッド変えたりとか高いなと思ったら多分自分で気がつくよ、うん、ああ、でも最終的には感覚みたいな、感覚っていうか好きな音かどうか。でも高い音嫌いな人もいるし、低い音が好きな人もいるし。というわけで、はい、実際になんか1曲いきます、1曲いきますかっていうより、
あの細谷バモちゃんさんコールを起こしてそれに対してどういうふうに太鼓が対応するかと。あ、じゃあすみません野崎さん、もう一回体の向きを今度正面に向けていただいて、太鼓が斜めって、ね、はい、サインとか出せばいい。で、すみません、スネアもうちょい野崎さんに寄っていただいて、はい、これで入ってますから。実際にコールをしてました、ね、ちょっとコールをじゃあ全員立ってガチで。じゃあコールリーダーをバマさんにやってもらって、でその声に合わせて野崎さんが合わせるってことですね。野崎さんとパープーさんは2人で合わせるよっていう。何かホンダロックコールがいいかな。じゃあホンダロックでいきましょう。じゃあ私は出さないとダメですよ。まあそれはご自由にどうぞ。はい、マイクなしでいいです。マイクなしでいいです。もう大丈夫です。拾ってますから。はい、どうぞ。ホンダロック宮崎、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 ホンダロック宮崎。こんな感じですね。はい、すいません、プーさんと野崎さんの位置を変えてもらっていいですか。向きが、あ、違う、向きを変えたいんで。どうしてもカメラ映り遅い。はい、バタバタしております。はい、バタバタしております。次何か、今のは何ですかね。こう今のリズムの刻み方はなんかいわゆるノーマルでしょっていう感じ。あ、ごめんなさい、喋ってる時マイクを野崎さん、はい、いつもスタジアムで叩いてるリズム、コールのリズム感っていうので、ね、これくらいの僕スピードでやっていて、うん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 、でもこのコールのさ、お、はい、なんつうの長さとか、うんうんうん、太鼓のタイミングもこれも好みのあれじゃん、うん、チームによって遅いところは遅いでしょ。もうちょっとねゆっくりね、うん、これどっちが好きなのかな。なんかコールに被せる人っているよね。ホンダロックコールだから、ホンダロックはね、被せないんだよね。うん、被せるって、ごめんなさい、被せるってどういう意味ですか、ばまちゃん。被せるってのダダンダダンダン、ホンダロックとホンダロック、ダダンダダンダン、ホンダロック、ダダン。フロンターレはそうなんだ。両方やる。じゃあ、昔のフロンターレコールとばまさん、ばまさん、質問です。それしかできない。ばまさん、質問。はい、これ見てる人が多分今の用語が分かんないの。はい、何が被せるのかなの。要はどこのポイントに今被せてんのって話。なんだろう。やってみようか。要はこれね、フロンタルコールでしかちょっと俺できないんだよね。ホンダロックでやるの。お、師匠厳しい。じゃあちょっとやってみますよ。ホンダロックコールでやれと。一般的なホンダ。マイク、マイク。一般的なみんなが想像してるホンダロックコールをちょっとやってみて。はい。はい、OK です。これ一般的によくあるパターンですよね。ダンダダンダン、トトントトントンね。ちょっとシャレっ気出す感じ。シャレっ気出したホンダロックコール。応用編いきましょう。応用編ちょっとだから、なんかもうちょっとホンダロックがすごいいっぱいサポーターがいて J リーグっぽい雰囲気でやって、まあ、ホンダロック の、 そのサポーターを考えると乖離してるけど現実はね、ちょっと現実、はい、じゃあホンダロック、ホンダロック、ホンダロック。一緒ですね。これさっきと変わらないですね。ホンダロック、ホンダロック。ちょっとこうスタッカート気味に刻む感じね。ホンダロックでしょ。はい、なるほど。どっちがいいのかなとか。はい、これは好みでしょ。好みかな、うん、これどっちがいいのかなと。なんかさっき2回目にやった方がシャレっ気があるんだよね、うん、で、かぶせるっていう、ね、そのくの部分でドドン、ドドン、ドン、かぶせるっていうのはホンダロックみたいな、ホンダロックのコールのくのところでもドンって打ち始めてるから、それをかぶせるっていう意味で、ね、これではちょっと俺はこっちのがかっこいいんじゃないのかっていう。わかるわかる
あれなの。これもうね、音楽のセンスとかそういうのがいろいろ噛み合うから、ね、でもこれこっちは嫌だっていう人もいるし、うん、あるよ。じゃあ日本コールとかも昔は日本ドンドンドン、日本ドドドン、日本だと今は日本好き。どっちが好きって。うん。でみんなさ、サッカーをもう見始めた人の。カメラそっちのけ。あ、カメラはいこちらに。後ろにお客さんがいるんだねこれ。あ、そう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 。これどっちが好きよって話よ、だから。まずお客さんに聞きたい。はい。ここのギャラリーに聞きたい。どうぞ。いきなり始まったら初心者とかだったら一般的な方が分かりやすいかな。いつ入っていいか分かんないっていうのがかもしれない。多分あの要するにノーマルっていうのは拍が4拍トン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 ってこうちゃんとこう、うん、オンで、あの要するに要するにシンコペーションとかない方が初心者の人は手を叩きやすいしっていうことですよね、うん、だけど実際やっていくと気持ちが上がっていくと結構そのいわゆるサポーターも増えて、そうそう、いっぱいかかる、にアレンジさっきかぶさるっていうのは多分シンコペーションみたいなのがどんどん入ってくると上がってくんだよね、うん、だからそれは クラブの愛情っていうか、今ホンダロックコールでやってるけどそれがまた変わって、うん、サポーターが進化していく上でどんどん変わってくんで、これどっちがいいか多分みんなそれぞれ応援してるクラブ多分基本コールをこう、まあ、町田ゼルビアか何回も変えてるでしょ、うんうんうん、そうだね、ゼルビア変わってるね、あれだからなんかいろんなさ時代において、うん、試行錯誤を繰り返して、ね、試行錯誤を繰り返して途中なのか、うん、もう完成したのか分かんないけど、うん、でもこれからも変わるかもしれないし、うんうんうん、でも選手コールの仕方、今例えばってのは何つの選手コールだったらこういうリズムじゃん、でもちょっとさ、うん、これをたった15年引き戻すとさ、うんうん、はい、今どこもやってないもんね、そうね、うん、いやアグレミーナはやってる、アグレミーナやってるんですか。あ、フットサルとかね、やってる11人のさ、うん、サッカーではほとんど聞かないじゃないのかな、まあ J ガンバがそんな感じだから、うん、ほとんど聞かない。フロンターレもそのさっき言った試行錯誤で変化した時代ってあるんですか、2000年から2009年までの間って。これが変わったのが僕認識してるのが、自分で両方並行したのは2004年ぐらい、うん、変わった、変わったと思う。J1 上がるときにこの太鼓の選手コールの叩き方が変わっていったのがこの時代だと思う、うんうん、その時タムだったんですよね、そう、太鼓叩いてて、で多分これがいい加減に、うん、リードの声の出し方で、うん、コールリードの、ね、並行してた、はあはあはあ、うん、でいつの間にか全部今のあれに変わってたの、うん、で全部のチームがそれになってたでしょ、うん、いつの間にか、なるほど、どっから始まったかもう分かんないんだよね、はあ、なんかそういう詳しい人に検証してほしいですよね、どこでこのこのトレンドが生まれたのかとかね、イントネーション変わるんだよね、フロンターレもね、最初はフロンターレドドンドドンドン、いつの間にかなんかなんだっけ、いつの間にかフロンターレみたいな感じに変わったんだよね、でそれでなんか太鼓のそのレの部分で入るみたいに変わった、最初のホンダロックコールと、うん、マイクマイクマイク、要はホンダロックコールの最初と 2番目のホンダロックのコール、はい、1番と2番どっちが好きかと、うんうん、どっちが好きなのか、俺はその2の方が好きなの、2の方が好き、 J リーグをよく見てる人多分ほとんど2の方がそれっぽいって答えると思うし、うんうん、なんかそのさ日本ちゃちゃちゃと一緒になりたくないみたいなのが あると2番の方選ぶのかな、なるほどね、でも相当は1番選ぶだろうね、相当はそっちが好きなんだよ、多分あのやっぱみんなが入りやすいってなると、もう入りやすい、でも入りやすいと思っても今選手コールさ、まあまあ、入る人数もそんなにいないんだけどね、多分うん、まあそんな感じでやってますよ、まあ初めて来た人の率がどれだけかみたいな、ね、もうほとんどコアなリピーターばっかりだったらそのかぶせるみたいなのがどんどんなってくるんじゃない、まあね、ちゃんと叩くっていうより結構今日はコールがどっちを、うん、どっちがいいかって、まあまたこれがツイッターで議論されるみたいな、ね、されるのか、ちょっとこれをねこの話をただしたかっただけなんで、ああ分かりました、ワークショップっていうか、ああそういいですよ、それがオチなの、いいですよ、そうそう、はい、コールにドラムをかぶせるやつ、うん、私を聞いた時
リズムの取り方難しかったなっていう意見の方が。うん。でも今それ難しいとか言ってる人多分あんまりいないでしょ。あと日本コールは国立、日本コールは、日本コールは国立の声を揃えるためにスローになったはずっていうご意見も。うん。そうだ、遅い日本コールってあったね。あ、急に速くなったよね。日本日本、うん、こういうゆっくりなコールは確かにあったね。これね、多分フランス予選ぐらいのやつだと思う、ね、そう。でも、今こんなゆっくりのないもんね。急に、なんかいつもか速くなったよね。今、裏打ちっぽいコールになってるから。こうだよね、普通はね、うん。これいつ変わったんでしょうかね。え、野崎さんは、野崎さんのもう個人的にですけど、うん、野崎さんはどっちが好みなんですか。どっちかといえばでいいんですか。どっちが好みか。僕ね、どっちでも周りがね、こど1か2で、周りが2になったら2にするし、あ、なるほど、1になったら1にするか。合わせたい。リーダー側っていうか、それがこっちにしてっていうとそっちにするんだよ。僕は ね、 あのね、時代に飲まれるタイプなんで。なるほど、わかりました。いただきました。時代に飲まれるタイプ。絶対嘘だよね。このコールとかさ、あ、野崎さんのごめんなさい、うん、かあの応援する、まあ、特に太鼓叩くときの考え方なんですけど、うん、その自分が引っ張るぞみたいな、自分のリズムでコール、うん、あの、うん、ちゃんと声出してる人を引っ張るぞじゃなく方ですか。どっちかというとそのちゃんとそういう風に歌いたいんだったら、自分があえてリズムもテンポもそれに合わせる、うん、そういう方、スピードとか例えば歌詞とかが聞き取れるとか、あとはスピードによってなんていうの、早すぎたら歌がみんな追いつかないとか、うん、みんなこうさ、なんだろう、いわゆるに、1分間に、まあ、60拍だするじゃないですか、うん、でどん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 速くなっちゃうみたいな時ってあるじゃないですか、そういう時に野崎さんは多分あえて太鼓でこうテンポをしっかり調整しようとか、なんかそういう細かい技術っていうのはあるんですよね。調整しようと思うですか。でもだんだん僕も気持ちがね、上がっちゃうの、上がっちゃうとね、どんどんスピードが上がってくる、野崎さんの方が速くなっちゃうみたいな、うん、ある、どんどん自分から速くなってると思う。あ、じゃあでも速くなって、要は盛り上がるというか、うんうんうん、声の出しやすいリズムと、うんうんうん、出しにくいリズムがあるわけ、ありますよね。いや、であとその試合展開とかがもう一方的に今攻めてて、すごいチャンスの時間帯だと自然に応援しながら見てて上がってきちゃうから、叩くリズム、テンポがどんどん速くなっちゃうみたいな、速くなっちゃった時もあるし、でもその時に気持ちいいテンポに実は近づく瞬間もあるってことですか、うん、要するに気持ちいいテンポに持ってかなきゃいけないんだけど、いくらやっても気持ちいいテンポにいかない時もあるよね、ずっとね、90分間やってる、そういう試合もあるでしょ、だってダメだな今日はみたいな時とか、でそういうことを野崎さんは考えながら叩いてきたんですよね。叩いてきたつもりだけど ね結構試合展後ろから見てて思ったけど、試合展開とかでさ、なんか連打とか入れてそういう結構変えてたじゃん、うん、そうでしょ。ここはみんなの気持ちを上げさせたいときは、あえて小刻みにボボボボって叩き出したりするでしょ。入れてあげるとそこで次の歌い出しがしやすいとか、しやすいとか、そういう気遣いができるかどうかね。ね、よくコールリーダーの顔を見てて、うんうん、コールリーダーがこう展開が変わった時に、うん、もっといこうもっといこうとか言って、上げていこうって言って、そこの瞬間にリズムを小刻みな、要は、ダダダダとか入れてあげるとか、ダダダダって入れることで自分の体力は消耗するんだけど、それを入れたことでみんなが声出したくなれば、それは、うん、その体力を惜しむか惜しまないかは、うんうん、もう自分との戦いですね、ですね、それはね。でもダメだった時はそれでどん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 スピードがさ緩まっちゃうやつもいるし、うん、まあ要は体力っていうかあるもんね、うん、まあ、フィジカルみたいな体力はある。筋トレしてる。筋トレ、あのね、そう最近ね、あのなんだっけ、倒れるだけで腹筋ワンダーコアって買ったの。通販で、うん、ね、あのDVD 見た人分かると思うけど俺痩せたんだよ最近。痩せたね。いいっつの。あ、野田さん逆にあの試合と今応援のリズムとかテンポとかこうなんか揃ってないなっていう時に、うん、まあ、つまりもっと落ち着かせようとか、うん、そういうのはありますよね。その、うん、あえてゆっくり叩こうとか、うん、いつも普通通常だったらトントントンっていくところを割ともうちょっとこうテンポを遅くしようとかって、そういうのはあるんですよね。遅くした方が多分、まあ遅くした方が声は出しやすいのかもしれないけど、うんうん、今度遅すぎてみんなの
アドレナリンが高い時に遅いと不協和音になっちゃう、うん、そのまあアドレナリンが出てる時はいいんですけど、うん、明らかにまだ出てない、もしくはそのもう試合の状況とかも、うん、その試合のシチュエーションとかでそんなにまだ上がってないみたいな、うん、要するにカプセルの決勝とリーグ戦の紹介試合って基本的にテンションみんな違うわけじゃないですか、うん、だからそういう時に工夫はあるんですよね、太鼓叩く時の野崎さんのその工夫か、工夫してるけど俺なんかさ、なんだろう、今の思い出したけど、うん、選手がさ試合中に倒れたりするじゃん、で単価が出てくる出てこないみたいな、ま、場面になるとコールを遅くするとかはやってたよね。ああ遅くするやってたね。でもそうだ、タンカーで思い出したけどさ、うん、今年はなんだっけあれなんつうの、試合昨日なんかちょっと聞いたんだけどさ、うん、相手が倒れても審判が止めるまでプレーしなきゃいけないんだよね。はいはいはい。あそうなの、なんか変わったらしいよ、俺知らないけどそうなの、まあプレーする側じゃないからねプレーするの俺の対抗やないからだから、あ大変だよね、大変だよね。まあ、あの今までだからあ倒れたから止めなきゃとかさ、うん、止めないでプレー続いたらマイク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 、選手が倒れたら味方の選手がもしも倒れた場合ですよ、うん、栃木の選手が倒れましたってなった時に、うん、今までと何が違う、今までだったらまあ基本的にね栃木の親はそんなに試合に対して動くってことはないですけど、うんうん、止めろよとかな話になるじゃん、相手の選手がボール出してくれる、試合を止めろとかボールを外に出せと、ちょっとレギュレーション変わって、うんうん、今年は審判が止めなきゃ止めちゃいけない、そのまま要するにプレー続けていいよってなるってことでしょ、うん、でしょ、そうなってると、まあ、そういう逆の立場で自分が応援してる側チームが攻撃してて、うんうん、相手チームがの選手が倒れたからボール出したら分かる分かる、止めちゃう、とそこでも止めないで審判の笛が鳴るまではずっと太鼓は鳴らしっぱなしでいく、はいはいはい、だ倒された側の応援が難しいよね、倒されてプレーが続くじゃん、そうするとみんなやっぱ言うじゃん、倒れてるぞーとか、審判レベリー倒れてるぞーとか始まって、倒れてるぞこの野郎とか言ってふざけんじゃねえよーとか始まって、応援がなんかグダグダになるのは ありそうだよね、うん、でもそれでも一応プレーが止まるまでは太鼓は止めないっていう、なるほど、うん、自分は一応そのプレーをちゃんとボールと審判の笛がなるのを確認するまでちょっと止めないで対抗を鳴らして、他の人はブーブー言っててもいいかもしれないですけど、うんうんうん、なるほど、それに飲まれて止めちゃうか止めちゃうのないか、でそれで止めちゃうと多分今度次のあのそこで曲が止まっちゃったりとかすると、うん、次のコール出すのが難しくなっちゃうんで、またそのリーダーが苦労したりとか、うん、だいたい切り替えようって始まって、うん、ちょっとまたそのリーダーの人がうんみたいな雰囲気になってちょっと気まずくなりながら、うん、90分終わっちゃうみたいなことがないようにするためにやっぱその辺太鼓の人は集中力を持って、うん、まあ試合をよく見なきゃダメだし、今の細かい話は審判が本当に止めるまではっていうのは今年からそうなりそうだみたいなのもね、そういうのが分かっといた方がいいよねっていうことですよね、うん、もし分かってんだったらそういったルールとかちゃんとしないやだから、うん、あのもう現役の太鼓叩いてる人は、うん、分かる分かる、野崎氏の言う通りなんですけど、多分初めて見る人は、うん、あやっぱ太鼓叩く人って結構考えて大変なんだなみたいな風に、ね、うん、じゃあやめようかだと困るんだからそこにね、あのそれが面白いな、そういうのやってみたいなって思うようなね、うん、なってくれればいいですよね、うん、野崎さんからすればね、そうですね、まあ技術論じゃなく精神論ですねこれね、うん、ほとんどねてか太鼓をやる上での心得みたいな、サッカーの感染力にも、うんうん、なりますからね、でも感染力僕ないですよあんまりルール分かんない、そう、あれ入ったら一定しか分かんないからね俺まあとにかくじゃあ見た味方の選手が、止まってんのか倒れてんのかみたいなとこは、うん、太鼓の人はよく見てるでしょ、まあ、ボールが出てるとかね、そこでボールが出るまではもう、うん、コールは止めないで止めないぞとか、うん、まあ最低でも太鼓が止まった先に太鼓が止まったら止まっちゃうしね、そうだね、じゃあちょっとひねった質問ですけど、うん、太鼓が止まっても歌コールちゃんとが歌が止まんないみたいなシチュエーションの時ってないですか、太鼓が止まってもつまりコールリーダーや太鼓の人の判断でもういいか切ろうって、うん、だけど声出して応援してる人は全然気持ちが高まったままだから全然太鼓なしでも歌い続けちゃうみたいな場面に過去遭遇したことってあるんですか、うん、あないですか、基本的にそれやんないし、僕止める時はさ、うん、例えばじゃあどう止めようか、曲をこうドラムでやる、例えばこう流れてね、曲がこういう風に止まれば大体でしょ止まるんじゃない、
そう、大体の人は止まるんですけど、それでも歌が続いたみたいな経験はとほぼないですか。大体野田さんがババンって止め、どんどんどんって止まるんですか。なるほど。それでも止まんなかったら相当多分お客さん言うこと聞かないやつらです。いやだからそう、そういう相当ね、支持力ないと思う。信用されないと思う。なるほどね、うん、だから止まったもしもそういう場合があったら、そうそう止まってもなんでここで止めるんだよってぐらいには怒るかもしれないですけど、うん、それで止まんないやつは相当あれだと思う。相当要するにその太鼓叩いてるセンスが悪いっていうことになる。悪いってか信用されてないっていうね。団体とかの問題だよね。わかりました。ちょっとはい、ひねった質問なんですけど、うん、あと僕は今日も聞いたことない。あとごめんなさい、野崎さんは、うん、今まで約15年間、うん、毎試合必ず太鼓ですか。太鼓以外の時ってのあるんですか。太鼓じゃない時ってあった気がする。あるよ。だって西ヶ丘で人煽ったりとかしてんだから。後ろで煽ってたりとか。つまり打楽器じゃない応援っていうのは。打楽器じゃない時もあったよね。なんかさ、野崎さん管楽器のそのペットとかはやら、通常やらない。通常たまに持ってるがやけど、なんとか人がいっぱい太鼓の人が余ってる時、そんな試合あんまないんだけど。太鼓が多い時。多い時とかはずっと普通のお客さんと一緒にやってる時もあるけど、うんうんうん、あんまないよね。過去数年。なんかね、太鼓やらなかったし、なんか腰がすごい痛くて今日はできないとか言ってやらなかったよね。ああそういう時。あとそうだ、去年、うん、札幌かなんかで俺一緒にずっと俺普通に応援してたわ。たまにある、年に1回あるかないか。なんかすごい急に腰を痛めて大変なことがある時あるじゃん。 あとごめんなさい、太鼓をやりながらシンバル叩くとかっていうのは、うん、同時にマルチにやるっていうのはあったんですか。こういう風にやってたよね。やってましたよね、うん、私見たことあるんですよね、その野崎さんの、うん、ありましたよね。やってるね、それもね。てかドラムセット、そもそもドラムセットをトドロキに持ち込んでやってましたもんね、それで。ドラムセットっていうか、今でもシンバル、シンバルをこう1個立ててちょシンバル、シンバル、ちょっと、うん、シンバルがあって。こういう風にシンバルやってますから、シャーンシャーンってやってましたよね。あ、ちょブスダメ、今ね、シャーンって言って、シャーンって言ってだって。はい、シンバルさんがこう、でんでんでん、マイク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 、いってタームで来るから。はい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 、シャーン。そうそういう、こうやってましたよね。マイクマイクマイク、はい。こういう風にシンバルは叩いて、常に1個相手も。いや、シンバル持ってくればよかった、人間シンバルしかなかったから。いや、いいです、いいです。ちょっとすみません、私が今、うん、思い出しちゃったんで。あと、太鼓を叩きながら、うん、太鼓の合間にペット服とかはないですか、うん、そういうマルチなのはないですか。太鼓やってみます、それ。 あるんすか。でもさ、あれやろうよ、じゃあホンダロックのちゃんとないの、バモニッポみたいな。ね、ロクソーとね、あれバモフォルサ禁止っていうのがあってね、バモ日本とかそういうの絶対やめんすよ。じゃあ何日本、じゃあホンダロックで分かりやすいコールちゃんとないの。ホンダロック宮崎です。歌、歌でちょっと歌ってくださいよ、それ。あ、655でいいじゃないですか。マッハ55のメロディーです。タッタララタッタララララです。じゃあさ、何ですかさ、バモ日本のやつ、相当がバモ嫌いなんだったら、バモ相当で勝手に作っちゃえばいい。じゃあいいですよ、野崎さんやりやすいのでいいです。はいはい、素晴らしい。すごい、何年ぶりにやりましたこれ。何年ぶりですかこれ。何年ぶりでもないよ、結構最近やって。もうこれ見納めだよ。あ、そう、これはないですよ、もうそれはないよ。見納めだよ、応援歌としては。観光結婚式で、うん、観光総裁ではやるけどね。野崎リサイタルですって言ってて。でもじゃあそうそう、タムとスネア変えようか。変えよう。
プーさん、まあ、タムはプーさんシンバル大丈夫だった？あ、じゃあ今のすみません、ま、マルチ演奏の話だけ締めさせてもらいたいんですけど、これをやる人ってサッカー応援業界って当たり前のようにいるんですか？珍しいですか？うん、多分僕の他にあと知らないとこだと50人はいるかと思うんですけど、でも誰もね出てこないよね。多分表だって、うん、多分何でもやりますって言ってんの多分俺ぐらいだと思うよ。で結構難しいでしょ。難しく、プーどう思う？難しいと思うね。ペット吹きながら今タム叩いてるの無理です。無理、正直なところどこが無理、どういうとこが無理だと思いますか？普通に要は、うん、タム普通に叩くとすると右じゃないですか、うんうんうん、でラッパ吹くのが右利きだとね、右利きだと右なんですよ、持つ、うん、てかまあ左利きでも右で持つんですけど、はいはいはい、となると左でずっとテンポキープなんです。はい、自分だったらね。そうなんで、でも今野崎さんペット左で持ってましたよ。初めて知りました。こっちで持ってやんないと、こっち右手だって右手2本ねえじゃん。いやそれはプーどう思うの？ペットを左手で持って吹くこと自体がびっくり。要はペットを、そうペットを左手で持つって感覚がまずないですもん。なるほどね。今までどうやってんだろうと思って、左で絶対キープできないしと思って、本当はねトランペットね右で持つようになってんのか。そうですよね。そう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 、これで持つのは本当はね。だから今私も見ててびっくりした。左手でペット吹いてるわけ。これはね本当は多分楽器は関係ないけど、こんなことやったら NG って。いやだからそれすごい技術だなと思ったんですけどね。自分で編み出した技術でしょそれは。左で吹けるかどうかですよまず。じゃあプーさんチャレンジ、左手。普段プーさんはペット吹いてますから。まず右、じゃあ右で吹いてみましょう。あなたの大好きな何でもいいですよ。あ、それはランサムですね。はい、じゃあ左手ランサム左手でお願いします。いやまずはいいですよペットだけで。はい、右のここに要は指掛けあるんです。そうそうそう、それガチ無視で。じゃあ左手でランサムお願いします。うん、まあまだいけるけど、はい、ランサム。やっぱ難しいよね、右手でキープリズム取りながら左手で違う。だからあとは何だろう、もっと簡単な、もっと簡単な本当ランサム難しいと思う。4拍子の頭打ちだったら多分簡単にいける。おい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 、あ、やっぱ難しいんですね。難しいな。一つとして多分指のアンプができてないのもあるかもしれないんですけど、はいはい、音探しながらやってて、それで右でずっとリズムキープっていうのも、はい、やっぱりほぼほぼ無理ですわ。まあでも多分練習してどれぐらいできるか、これかなり上級練習しといて、ラッパ対抗同時吹きコンテストやりましょう。やりましょうか。我こそは我こそはって方、それじゃなくてもいいんだけど、何者選手権ってやりましょう。何者選手権、はい、なんかのいいね、なんかのイベントで。わかりました。管楽器系だったら何でもいいんですね。管楽器系やる人、スネアやる人、そばの後ろにホルン吹く人いるんですけど、そういうのホルンでもあるんですか、ね、お姉さん、お母さんも、まあ、あるよ。ホルンのお母さん、お母さんになる人。お母さんが一人でやる、うん、でそれ鳴り物選手権で一人でピンでやってもらう。わかりました。でじゃあ俺はだったらラッパ太鼓で出ればいいでしょ。そうそうそう、でプーさんもそれも練習しといて、曲目もそれぞれやって。そうそう、なるほど。課題曲と自由曲で、3人くらいで今度鳴り物選手権。わかりました。選手募集でやりましょうこれ。じゃあ第3回野崎伝説に向けて募集と、1年間練習しといてくれて、1年後に鳴り物選手権やりましょうっていうね。ということで後日文書の方で書きますので、よろしくお願いします。鳴り物選手権やります。じゃあちょっと、はい、話が今ちょっと上級者編まで行っちゃったんで、うん、1回今度じゃあ野崎さんがスネアで、うん、プーさんタムで何か、じゃあしたらプーさんが太鼓やるんだから、はい、プーさんなんか好きな曲を、好きな曲じゃないか、もうペットは使わないでいいので、だから座りましょう。野崎さん座っちゃってください。プーも座った方が楽、立ってた方がいい。ごめん、じゃあ体の向きをこっちに変えてくれる。そう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 、太鼓が見えた方がいいんで、はい。
うん。はい。どうぞどうぞ。何か課題曲やってほしい。タララ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 ラ。あ、じゃあじゃあじゃあ、もう僕が梅子さんやるんで。あ、もうまずじゃあまず青梅 FC のコールからぜひ。はい。青梅 FC。じゃあそのからのトロイカで。まあねかそれ。てん。ラララララ。マイクマイクマイク。マイクマイク。ラララララ。俺らと共に走れ勝利のために俺たちの運命。ララ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 ラ。俺らと共に。失敗した？ちょっと失敗したね、何が最後あの曲終わるところちょっと失敗したな。ああ早く締めちゃったんですよね今ね。じゃ あのねリズムをちょっと間違えた。なるほど。タッ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 タって締めようと思ったから。締めようと思ったらちょっと違う感じで、うん、そうで俺は個人的にスネアたまにやるときは、はいはい、もう全部リムショット。リムショットね。もうここにちょっと寄りますんで、はいどうぞ。普通なんかさ、うん、はいはい、もう普通はダメンだけこう、うんうん、はい、こういう風に叩いてる人もいると思うんですけど、これだと多分僕音がちっちゃいかなと思って、うん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 、まあこう、まあ、まず握りを。そうですよね、握りもあるんですけど、ここにスティックもこれボコボコになってると思うんですけど、うんうん、まあタムでこれをリムショットしたとこれすぐ折れちゃったんで、はいはい、基本的にはタムの場合リムショットはやっても意味ないんで、うんうん、意味がないから、うん、そっちのドラムスティックだったらスティックだったらこれまあ安いの買っても6本で1000いくらとか、うんうんうん、安いやつを折っても惜しくないやつ、うんうん、惜しくないやつをまず買って、でもうここよりも、はいはいはい、そこのね、ここを叩く縁のところをね、そうそうそう、縁を叩い、縁とダメを両方一緒にね、平行にこう叩いてあげた方が、はい、響きは響きが出る、出ますね、もう楽器全体を。ただスティックは確実に折れてるよっていう、予備を常に持っておきなさいっていう、ね、ゴルフセット持ってない、これ1本しかないと途中で試合中に折れるとね、非常にあのもう止まりますよね、それで、ね、なんていうんですかね、終わりですね、終わりですね、終わりですね、帰った方がいいですね、はい、もう帰った方がいいですね。失格って感じですよね、はい、うん、っていう話になるんで、うん、まあ、僕は基本的にはリムショットで、リムショットが好きと、うん、ほらもうほんとカツンって音しかなんないんですけど、うん、そうですね、これが好き。ただ私もそのリムショットを、野崎さんのリムショットを轟きで聞いたことありますけど、かっこよかったですね、うん、そのスカーンって感じが。でもあれ最近の僕の土地 SC でやってるんですか、あれを。なんだっけ、決起集会でしかスネア叩かない。あ、スタジアムではもうあんまやってないでしょ。決起集会の時はたまにスネアやってるんで、その動画を見た人もいるけど、全部リムショットでやってるですよね。でも轟きの時はやってましたよね、それで。いや僕轟きの時はね、1回か2回しかやってない。あ、そんなにしかやってないですか。前任者にすごいスネアの上手い人がいて。あ、そうなんですか。その方はもうリムショット、うん、あとは、あの山鹿の、小池さん、うんうん、小池さんもものすごいリムショットをやってると思うんですけ、はいはい、まあ、対戦相手で反対側が来てもスネアのところはもうガツガツとなってると思うんで、まあ、近くでスネア見るともうやっぱ同じようにもこのスティックがもう削れている。なるほど。で試合が終わるとね、この縁に、ね、ゴミがたまる、うんうん、木くずがね、はいはい、木くずがたまる。でもそれくらい多分1試合とかでスティックダメになると思うんで、リムショットをして、うんうんうん、僕はそういうカツンって音が好き、高い音が好きなん で、うん、で低い音が好きな人はもうこの、うん、こういう音の好きだと思うし、はい、もう、はい、まあ、これどっちが好きかっていう、はい、うん、まあもう好みで、これも好みかな、好みで、うん、あと何かありますか、こうタムとスネアあるじゃないですか。で結構 YouTube とかでスネアやりたいって人が見ると、左手トラディショナルで持ちなさいみたいなのあるじゃない。はい、どうぞ言ってください。トラディショナル、こういう持つ、こうこういうやつ、そう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 、はい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 、結構 YouTube とか探すとこんなんか
んかすごいドラム上手い人みたいなのがね、ジャズのねドラマーの人がそう持ちますからね。こんな感じになってるでしょ。ちょっと待ってちょっと待って、そんなに高いところにスネアないと思う。俺の中のジャズドラマのイメージは今もう一回やって、もう一回。今ドラムセットの話ね、シンバルね、野崎さんのイメージだよね。ジャズドラマ、うん、わかりますよ。はい、でもこれだと多分野崎さんは どっちなの。ちゃんとあれでしょ、こあのこれだと俺順手で持つって感じでしょ。そのトラディショナルと思ったらリムちょっとできないですよね。できないで、疲れた時にたまにこうなんすの、こう持っててで、やってもたこの辺が湿ってくるじゃん、うんうん、湿ってくるじゃん。こうやって持ってると乾くから乾くからちょっと休憩す、湿りを抑えるためにはっていうね。はい、スティックをこう逆逆さにすると、逆さ、はい、作家さんにしては細い方持ってる。これ普通に音楽やってる人だったら分かるけど音変わっちゃうからけど、はいはい、作家さんにすると、うん、こっちに重心いくから少ない力でこう大きく、そう、あの要するにスティックの先頭の方が重みがあるってことですよね。重みがあるから、うん、そう、たまにこれでもちょっと気分転換になるから。なるほど。あとで先っちょ乾くでしょ、ここが。はい、汗で湿るから、うん、そう、そこがね、うん、湿ってるからね。この間に乾いたんですよ、またこれ持ち帰ってくる。なるほどね。さすがもうなんか匠の技は深いっすね。そういうことを考えてですね。なんで、なるほどね。ここだってベトベトなんだから。そうだよね。ここもベトベト、丸とこ帰らんない。で、まあこれは今何にもないノーマルの状態ですけど、最近巻くのはテニスのグリップみたいなのを巻いて、はいはい、そうすると、うん、まあ汗と吸ってくれる。で、まあそれは1試合とかで変えちゃうんですけど、うんうん、あとドラム用のね、こう巻くやつもあるんですよ、うんうん、このスティックの巻く、うん、あれを巻いた時もあるんですけど、今度はこの、なんつうの、グリップ力が強すぎて、うんうんうん、皮持ってかれちゃうんで。あー、なるほど。、うん、あの皮の弱い人はちょっと注意した方がいいかなと。なるほどなるほど。まあスネアの方はこうやってやっぱもうこうやって持ち帰るぐらいなんで、僕は基本的に何もつけません、うん、でも、はい、つけてもつけた方が楽って人はつけてもいいかなと、うんうんうん、こう、ま、巻いてね、巻いた方が。でも巻くんじゃなくて、それ巻くんじゃなくて、もうグリップ素手で持てるぐらい、もう手の馴染ませろよっていうことでしょ。手の力を、うん、もうつけろよと。そうだよね、思いますね。うん、そんなの巻かないでね、うん、まあ雨の日とかはあのビシャビシャになって、あとあの握力と、あとまあ汗とか、うん、まあ雨の場合って滑ると、うん、スティックがポーンとか飛んじゃう時とか人っていますよね。そうですね、スティック飛んじゃうとあのゴールキーパーの人に届けてもらえる。そうです。そういうのもありますよね。スコーンと飛ぶみたいな ね、 あのゴールキーパーの人に届けてくれて、柏とかだとね、あれいいサービス。柏だとそうだよね、日差し台は拾ってくれるからいいよね。他のスタジアムはなかなか トラックがあるとか、なかなかね、シムスポーは拾ってくれないですからね、みたいな、ね、だからそのまま外にどうぞって。そうですよね。多分ね、これからはね、わざとじゃなくてもとりあえず一回一回話聞いてなる可能性もあるね。まあその辺も皆さん、だから出来にならないためにもちゃんと握力つけとけよって話でしょ。ね、ブラインドサッカーで太鼓叩いて、マレット飛ばしちゃった時は何もなかった。あの、ブラインドサッカーって太鼓叩いていいんですか。なんかね、試合前やりますみたいな。試合中はダメでしょ。試合中はなんか静かにしてください。試合中は音出せないですけど、で、うん、静かにしてくださいみたいな感じなんだけど、みんな後ろの方とかなんかゴソ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 喋ってる。タンバリンみたいなあの音が鳴ってるからダメだよね。なんか鈴が入ってん。そうだよね、だブラインドサッカーはダメです。ああ、ブラインドサッカーはダメ。プレイオンプレイ中はダメですよ、うん、だからそうじゃないときは音出して大丈夫です。うん、怒らない、うん、まあ、あとなんかすみません、スネア関係で野崎さんからぜひこの技術ね、野崎の技術を伝承っていうか、これは伝えてきたい。あとはさ、そのスネアだとやっぱりあれだよね、スタンドいる派いらない派があるじゃん。お、なんですか、うん、その話は。スタンド、ああもうあのストラップっていうか紐でやる人と置く派と。野崎さんは置く派じゃない。置いた方が自由に動き回れるですよね、うん、ここにペットにペット置いといたね、おもむろにペット吹き出したりね。あとはシンバルもね、あるしね。身動き取れないんで、だタムはね、そうしかないですけど、うんうんうん、こっちはこのまあリムショットするんであれば置いた方がいいし、はい、うんうん、しないで、あとはまあスネアにスタンドつけるとケースだけじゃない、運搬が
はいはいはい、多分スネアやられた方は多分どこの団体も所属してません、個人の人みたいな人も多いと思うので、うんうんうん、まあその荷物なるべくその、うん、あった方が僕はいいかなと思うんですけど、まあ、あとその応援場所とかね、あのスネアの中でコアのドアの中で入ってるみたいな人だと椅子も、うん、椅子席にはスタンド置けないじゃないですか。はい、あの斜めってる傾斜があるところはどうすればいいんですか。芝生席は置けないよね。でも芝生席もそうそう、グリーンスタジアムの場合は傾斜がない芝生だから置けてたっていうのもあるんですけど、傾斜があると足無理でしょう。やっぱ傾斜があると、あとここにこいつなんかかませるんですか。なんかかましたりとか、うん、まあどうしましょうね。こうまあでも野崎さんは通常は足も持ってくし、うん、傾斜があろうがなかろうが足をやって、足がある方を推奨してる推奨してるというね、うん、匠の推奨は あくまでそのどっちがいいかっていうのは、やっぱりこの腰に巻いて、うん、あって叩くのもかっこいいですし、うんうん、なるほど。で更新とかしながら、はいはいはい、はい、いろんな場所も回れるしね、はいはい、煽りながらスネア叩く人もいるしね。ああそうね、うん、スタンドの中をね、うん、だからその応援のスタイルそれぞれだけども、もう俺はスネアだけこの音をこうガツッと鳴らしたいという人はやっぱスタンドを置いて、うん、置いて、これはまあ座り用のスタンドですけど、立層用のスタンドっていうのももっとこれの長いのもあるんで、はい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 、はい、使えるのもあるんで、それをまあ買って、それとスネアをまあ、ケースに入れて、はい、かっこいいケースを入れて持ち歩くと結構スタイリッシュなサポーター、うん、それはモテますかね。モテる、スネアモテるんですかね。スタイリッシュな感じはスネアってでも結構モテない、うまければモテるんじゃない。モテる、なんかいや野崎さんのそのスタイリッシュっていうのはなんかそのモテたいためにスタイリッシュなんですかねと思ったんですけど、うん、そういうわけじゃないですか。俺スネアじゃないからモテないんだよ、ね、あ、なるほどね。太鼓はモテないぞ多分基本的に。そうですか、うん、ほら、だってほら見てこれ。まあまあはいはい、うん、はい、これモテる感じしないですか。太鼓関係なくて外面じゃないほとんど。外面とは言ってないよ。うん、なんかさ、あと技術的スネアの技術はもうないですかね。なければなんか違う、もう練習しましょうね。あとはもう叩いてて、うん、いろんな姿勢でこう叩けるっていうか、うん、なんだろう、あとはそのほら普段基本的に皆さん平日は叩けない場所に身を置いてるわけじゃないですか。あ、はいはい、そういう時の練習みたいな、ね、練習はさ、あれなんだっけ、あのメッシュヘッドっていうの売ってます。はいはい、消音するやつ、音を消すってやつ、音を消すっていうか、あの網になってるんですよ、はいはい、ヘッドを張り替えて、それはそうパカ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 した音が、うんうん、音が抜けてくってやつ、ね、ただリムショットとその音は部屋に響いちゃうんですけど、うんうん、まあ16インチのタムでもそのメッシュヘッドっていうのがあるんで、なるほど、それに張り替えて家で練習すると、うん、その別売りで買って張り替えて、張り替えてそれで家で練習と、テレビ 見ながらずっとやってると、うんうん、非常に間抜けです。野崎さんは専門学校でしたっけ、その、うん、要するにデザイン系の学校に音楽室的なとこがあって、そこでなんかとか外の公園でよく練習してたって言ってましたよね。もう外の公園と河川敷とか、ああなるほど、あとは川崎だとやっぱりそうですね、多摩川まで出て行って、うん、あのガード下に行くと楽器鳴らせるとかなと、うん、いますよね、河川敷のあの橋桁の下とかでね、うん、よく練習してますね、まあ、あとカラオケじゃダメですけど、もうスタジオ、スタジオ音楽スタジオを借りちゃうとかね、なるほど、うん、場所によっては、うん、カラオケはダメだね、うん、カラオケはなんか一回トランペット大丈夫だけど、うん、太鼓はさすが響きますからね、うん、しかも2人とかになったらもう絶対無理ですから、ね、あのほら一回やったんだよね、何人か集まってさ応援カラオケやろうぜっつってあのカラオケに太鼓とかトランペットを持ち込んでちょっとね渋谷でやっちゃったことなんですよ一回。その時になぜかなんかバモにあの君が代から入れ出して代表の日本コールから、うんうん、バモ日本をやろうっていう時に、うん、なぜか一人が窓を開け出してた通行人を煽るって、うん、8階ぐらいから下にいる人たちに向かっておい行けーとか言ってんだけど絶対ビルに反射して全然違う方向に響いてるみたいなことをやっちゃったことがある。あ、都会だったらそれくらい音出しても大丈夫かな。カラオケは推奨しないね。ダメだね。やっぱ、うん、河川敷か、あとは野球場の、使ってない野球場に、うん、まあ、とにかく野外の広い音がこうダメでしょ、それダメでしょ、音がこもらないとこで練習してねっていうね、うん、あとはそのさっきのメッシュヘッド張り替えてねってやつね、うん、あとはあれ、なんか質問ありますか、ね、練習するやつは質問はないのね、あんまりね、はい、
でしょ、使わない場合。どんなコメントとか来てます？音程はどこのチームの参考にしてますかって。でして野崎さんが参考にするこの音程がいいんだっていう、こう太鼓の話でしょ。なんか参考はあるんですかって。太鼓の音程、もう自分の中の基準ですか、それともこのチームの太鼓聞いた時にはここがこの音程がいいなってあったんですかっていうの。ないな。ないですね。はい。でも太鼓だから低い音じゃなくて高い音でも低い音でもいいんですけども、うん、もう本当に大きい音出せば、うん、いいと思う。なんかでもさ、他チームでも使ってる太鼓とかはちょっと見るよね。ボヨーンとか鳴ってるのとか、バスドラムになってくるとあのミュート しないと音が、はいはい、ボワンボワンとしてますよね。ボワンボワンってなっちゃって、外声出すの気持ち悪いっていう人かもしれないし、うんうん、まあ見た目は バスドラムはかっこいいかもしれないけど、うんうん、バスドラムはあんまやらない。バスドラムは1個持ってるけどね、使ってないね、もう1個あったけどね。例えばそうだね、なんかでもなんか使ってる太鼓のメーカーとかっていうのは結構なんかこだわりあるんじゃないの。僕基本的にはね、この今これ玉ドラム、玉のドラム、玉、これラグ、この部分、ここがこうつながってんのがあるのよ、このハイテンションラグっていうのは。はい、あっちの方が僕見た目が好きかなって。ああ、これデザインで、はい、分離してるんじゃなくて、うんうん、つながってるやつね、うん、これつながってるのが僕は好きで、うん、それをで今ヤマハのロックツアーカスタムってシリーズのやつ、ちょっと20年ぐらい前のやつ使ってるんですけど、中古で買ったやつを、はい、それをこう繋がってるやつを、いわゆるあのサッカーの応援歌の、うん、あのまあこう太鼓を叩く人たちの中 の、うん、こあの太鼓のこういうメーカーの人気ランキングとかあるんですかね、うん、そのヤマハだタマだとかってあるんですか、なんかあるんですかね。いやでもみんなバラバラだよね、使ってるのね。変わんないですかね、うん、でも僕太鼓の三大メーカーだ、ヤマハと、うん、このタマとパール、パールのうちに一番頑丈なのがヤマハだと。なるほど。でまあその次パールのドラムはなんかすぐ、うんうんうん、錆びちゃうみたいな。ほー、うん、今まで使ってきてなんかすぐ半年ぐらいでこうこのラグのところがボロボロになっちゃったりとか、あのちょっと湿気の多い部屋に倉庫に持っていったら、うんうんうん、ちょっと出してみたらこのラグがボロボロになっちゃったりとか、はい、あとこういうところの中にサビが入っちゃって、ねうんはい、金属の質とかが考えるとヤマハが一番かなって。ヤマハのやつが一番こう試合中に壊れたっていうのは経験上ないかなって。多分あのこれから初めてやってみようって人が、うん、じゃあヤマハのタムを買おうとするじゃないですか、うん、おいくらぐらいかければまずはいいんじゃないっていうのは。ピンキリじゃないですか。ピンキリだけど一番いいのはどれぐらいがいいですか、はい、一番いいのは多分新品で買ったら多分その3万とか4万ぐらいしちゃうんですよ、うんうんうん、で一応ね近所のブックオフとか、うん、オフハウスみたいなとことかあとヤフオクとか探して中古で中古、うん、そこそこの有名なメーカーのドラムのバラで売ってるのを、うん、例えば1万円前後で買えればお買い得だと思います。あドラムセットをバラ売りできるところでタムだけ1万円みたいな。1万円タムだったらで、まあ、もっと安ければ5000円とか。なるほど。どういうとこ行くと、1000円とか、うん、2000円で買える場合もある。じゃあ初めて自分でやってみようとしたらもうそれぐらいの安いのからの方がいいっていうことですね。でも今でも そういうとこ見に行っていいの あれば買って。あ今野崎さんでも、うん、もう目がつければこれいいぞと思って、これ買っといた方がいいかなみたいなのもあると思うんですが、近所にオフハウスとかブックオフがたまに見て、シンバルとかね、シンバルスタンドとかいろいろあるから。質問だって質問。質問がありますか。ガヤの方質問。はい。自分で言ってください。どうぞ。お名前から。お名前から。ちょっとここに出てきたよ。てか自分が質問したいんじゃないの？違うの？あ、お母さんが聞きたいよかったの？あ、はい。じゃあ、それじゃあ、今日はいらっしゃってる方から一人、やりますんで。あ、すみません。馬場さん、それ誰の真似ですか、ね、よろしくお願いしますね。誰の真似ですかね。これ NHK の地方レポートだ。NHK の。はい。はい、じゃあ今日はちょっと来ていただいてるお友達、ご紹介いたしましょう。はいはい、こんばんは。こんばんは。お名前は若です。はい、こんにちは。じゃあ、このね、お兄ちゃんに質問があるってことで、ご質問の方どうぞ。太鼓の革は、どこのメーカーが、よろしいのでしょうか。
太鼓の皮ね、はい、悩みますね。じゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ねえよないのそんなわけないよ、はい、基本的には、はい、このレモってあ、じゃあちょっと寄ります。このロゴマーク寄りますから。オッケーオッケー、いいよ。そこで止めといていいですよ。そこで止めといてください。どこに行っても太鼓のメーカーってこのレモって会社のメーカーがあると思うんですよ。でもう一個エヴァンスとか、はい、あとはまあ太鼓ドラムのメーカーが出してるオリジナルのヘッドがあると思うんですけど、これ要するに革だけ破れちゃって張り替えるときに、うん、これだけ買うって話ですよね。そうそう、これだけで、スネアだったら僕基本的に買うのは、うん、レモンのヘッドで、うん、一番薄いのがアンバサダー。アンバサダー、はい。アンバサダー、これ上がエンペラー。エンペラー。エンペラーっていうの？ん？なんていうのかわかんないんだこれ。エンペラーって読むんだわ。プーさん、もうちょい角度つけてくれれば寄りますから。エンペラーって書いてあるの。ちょっと待ってください。うん。あ、いいよ。そこで止めておいてください。タムの上にかタムの方に貼るのは僕基本的にはエンペラーか。ピントが あった。はい。合いました。うん。ありました、ありました。エンペラー。エンペラー。で、後ろに貼るのが、後ろに貼るのがアンバサダーね。アンバサダーって、はい、うん。後ろはアンバサダーでした。で、こっちは、うん、実は1枚のヘッド。まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、はい。まあ、裏は叩かないから、薄いのでいい。薄いのがいいと。うん。ああ、スネアの話ね。はい。そう、このスネアだって直してもらったの？そうそう。後ろ、スネアも、スネアサイド、アンバサダーってなるんですけど、これはもうスネアサイズちょっと厚いやつ貼ってあるんですけど、もっとスネアの後ろだったらもうペラペラのなんかフィルムのやつのようなのって、うんはいはい、うん、だから後ろは薄いやつです。で表もでスネアの場合は表面もアンバサダーっていうのを使ってます、うん、コーテッドっていうなんかこのザラザラがついてるやつ、はいはい、でタムのやつはまあザラザラついてるやつでもいいんですけど、エンペラーってやつか、はい、あとはなんだっけ、こう丸い線が引いてあって、でこっち側に白いこうちょっとあのもじゃもじゃが縁にあるで、それはね、はい、なんだっけ、ピンストライプというレモのモデルのやつがあるんですけど、それかこのエンペラーどっちかを使うようにしてます、うん、推奨と。推奨です、あくまで匠の推奨、そこですと、はい、耐久性がいいといいので、うん、だけどスネアにその耐久性のいい厚いヘッドエンペラーとか、うんうん、ピンストライプスネア用もあるんですけども、それを使ってしまうと、はい、多分音が響きません。なるほど。まあ、低くて太い音は出るんですけど、それも好みなんですけども、うんうん、まあ、野崎さんの好みはもっと高くて、僕さっき高くてカーンって音を出したいので、ね、こうスネアも薄いやつを使ってます。これでいいと、うん、アンバサダーでしたっけ、まあ、こっちもこれ細谷君のやつなんですけども、僕はこのヘッドがいいよと、はい、いうので推奨して、コーテッドアンバサダー、うん、コーテッドアンバサダー推奨と、はい、で、まあ、タムはエンペラーを僕は推奨、ピンストライプでもいいんですけども、ピンストライプはちょっと、はい、ちょっと音が太すぎるかなっていう、それ今革の話ですね、はい、でまあそもそも太鼓をドラムセットで探す時もメーカーはまあ野崎さんはヤマハ推奨だったし、まあ初心者が最初選ぶんだったら中古でいいからドラムセットの中でバラ売りしてるやつを5,000円とか1万円以内ぐらいで買うのがちょうどいい、ね、うん、まあ、僕も今使ってると中古で買ったやつなんですけども、なるほど、うん、でもいい楽器があればそれがいいかなと。まあスティックもそのさっき言った6本10本で何千円みたいな、ね、6本で1000円とかありますし、ね、はい、でももちろん1本とか2組でこれ2000円ぐらいのやつだと思うんですけど、うんうん、それを使ってもいいのかなと、うんうん、あとはこっち使うのはヘッドとドラムは、うん、結構 4,5,000円で買えて、うん、ヘッドも2,000円ぐらいで買えて、うん、1万円ぐらいで、はいはい、でまあ紐、これはもう余った、うん、ちょっといい長さが足んないとこ今足してますけど、今日も急遽ここに急遽、ね、ごめんね、この紐ね、これね俺の高校のカバンなんだよね。そうだよねなるほどね、これ思い出の詰まった、まあいわゆるギターストラップみたいなのもあるし、ギターストラップを使ってもいいし、うん、東急ハンズのカバンコーナーに行くと、うん、ストラップだけ1500円ぐらいで売ってるので、それは一番完成品で使いやすいんでそれ使ってるんですけ どそれも1500円でしょ。で一番高いのはこれなのよ、のスティックっていうか、はい、マレットマレットね、うん、はい、で僕これどこだっけ、どこのメーカーだっけな、ファイアーフォックス、ファイアーフォックス、はい、っていうメーカー、はい、どこアメリカかなんかのメーカーなんですけど、これを使ってます。それかあとは野崎さんも使ってると、うん、はい、あとは
ビッグファーストかな、うん、のマレット、その両方を使ってます。野崎さんはやっぱりこの15年間結構楽器屋さんとか、さっきの中古の話じゃないですけど、うん、もう気になるとパッパ見に行ったり楽器店の中入ってみたりっていうのはしょっちゅうやってましたか？やっぱまあ、楽器店はねあんまり行かないですけど、このマレットのカタログ見たりとか、うん、これちょっと昔の使ってたヤマハのマレット、マレットなんですけど、ちょっともうこれ10年以上前に使ったやつ、ボロボロでもう今使ってないんですけど、はい、まあ、で全然今でも原型使えて、このモデルはもう廃盤になっちゃって、あ、ええ、何が違うんですかそれ、下の、ね、下のね、このここのこれも取っ手が、取っ手というかこの木の絵、絵がね、これのこれがね、なぜか突然廃盤になって、今ヤマハでも同じようなこういう丸いやつしかない、ストーンとしてるね。これが嫌いな人もいるんだよ。今のくぼんでるから、そこでこう指がグッて止まるっていう良さがあるんじゃないですかね、良さがあって、まあこれを最初の頃はこれ好きで使ってたんですけど、はいはい、これがなくなっちゃったから、じゃあもうこういうやつしかないから、うんうん、じゃあ何でもいいやってなって、ヤマハのこれ使うのやめて、あー、なるほど、あのいろんなもうフェルトがこれやたら硬いんですよ、これフェルトが、うんうんうん、やたら硬いよ、なんかね、ヤマハのやつは結構これ柔らかい、うん、水に濡れるとふやふやになっちゃうんですけど、うん、これいいの、このモデルのやつは、うん、そんなにふやふやにならないね、水に濡れても、はい、雨の日やってもそのまま大丈夫なやつ。ちょっとこれもね、俺横浜日本屋楽器っていうちょっとねマーチングバンドの、はい、だから通販サイトがあって、そこでたまにセールをやってて、あ、そこでマレットよく通販で買う。じゃあ楽器屋で実際手に取ってなんか握ってみたり叩いてみたりで選ぶよりも、そうやってネット経由とか、今はねそうですよね、もう見ても見て、これこんなの売ってるとこないですから。あ、なるほど。売ってるとしたら見るんだったら、そこ浅草にもある、浅草の JPC ってところとか、はあ、あとはお茶の水の下倉楽器ってところにこのマレットが売ってるんですよ、はあはあ、で下倉楽器の店員さんもたまに前一回話した時に、これこんなん買いに来る人は野球の応援団かサッカーのサポーターじゃん。ああ、そう言ってましたねその話ね、はい、だからそういうところがあると、まあ急遽東京に遠征に来てマレットがなくなったってさ、そのお茶の水か、うん、浅草に行って仕入れるしかないとかと、はい、あとは通販じゃもう試合に来て間に合わないんだけど、だから大阪とかね九州方面は売ってんのかなっていうの、そういう方面ですよ、まあ、通販しかないのかなと思うんだけど、うん、でも通販なんて昔はなかったからさ、うん、昔はどうやって仕入れたんだろうと思うよね。まあ、うん、そうですね、うん、でも本当、まあ、楽器っていうか本当ミュージシャンっていうかその演奏家と同じぐらい物探しは、うん、苦労するし大変でしょうね。であとその道具の選び方間違えるとね、全然自分の形とか理想とかに全然近づかないでね、あれなんでね、うん、まあそこにこだわるかどうかね、あとは、うん、まあいろいろ試すんですけどね、うん、あれね、安くはないですからねっていうね、うん、太鼓でもなんか一応叩き方面白いのは、バンラーレ八戸の人、はあ、ティガーさんティガーマスクさん面白いんですか、あの人の太鼓の叩き方は、ちょっとちょどんな感じなの。いやできないよあれだって、なんか YouTube で検索してティガーマスク太鼓ぶん投げちゃうんだあれ柵越えて落ちるやつあれできないよやれって言うのそう、それね、叩き方じゃなくてパフォーマンスの話、パフォーマンスとして、ああ、うん、ね、その応援業界のヨシキみたいなのがいるんだ気持ち高ぶってドラム投げちゃったみたいな今ね、技術でこういう風に叩いたら綺麗な音出るとか言ったけど、うんうん、そうじゃないのもあるんだそう、違う使い方ね、うん、太鼓はそれ何回も好きで何回も見てもこんなバスドラム叩いてるけど、もうすげえバシ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 叩いてるパフォーマンスも大事だね、なるほど、うん、いい音もいいけど、うんうんうん、なるほど、面白く叩けるから、なるほど、パフォーマンスいい、うん、そういう路線の鳴り物選手権も募集しよう。じゃあ、あれだね、じゃん、なんだろう、ジャンルとしては、うん、その技術で競うのと、
面白いやつ、パフォーマンス部門、パフォーマンス部門、それ3人でやるんでしょ、うん、あとダンスだけでもいいし、ダンス部門、うん、ああドラム太鼓を真ん中に置いてダンスを見せる太鼓を使ったダンス。今俺は無性にその鳴り物試験に、うん、に燃えてる、燃えてる第1回鳴り物選手権。野崎さんすいません、3月からフロントになられるんですけど、練習する時間って作れそうなんですかね、野崎さん自身はね。だってサポーターだったら毎週のように鳴り物選手権でしょ、うん、そうそう、出るとなったらやるの練習も、大丈夫だろ20年ぐらいやってんだろ、昔の昔取った杵塚で勝負できる、ちょっとあの人古いなみたいな感じ言われてあれっつってでも昔の人だなみたいな。あなるほど。いや別にあとでもいいよ、でも本当毎回あれだよね本当に野崎伝説の次の企画って毎回その放送で前回も、うん、あの前回もその放送中に決まったからね、うん、次も本当にそれになるんだね。いや俺来れなくてもそれやるで野崎さんに DVD を送ってなんかあの選考だけしよう最初に、うん、で最終野崎さんは一次選考はやってもらって、うん、最終選考残った人と野崎さん対決とか、うん、そういうのでいいんじゃないですか、わ、うん、かりました、それでいいじゃん。でほらなんか優勝商品はなんか栃木市のチケットかなんかあげればいいじゃんまあ商品はなんかあれしよう、あの多分福屋のお店のメニューの名前をつけられるとか、いやぜひ野崎さんデザインの T シャツに しましょうよ。なんか野崎さんそれまでにじゃあなんかさなんか作ろうよ、野崎さんのやっぱりデザインワークをやっぱりそこで発揮してもらって、そう俺これねずっと考えてたんだけど、はい、久々に何か作りましょう、何か作りましょう、お店でお店で起点って書いて起点で、うん、でそれをその優勝者にだからなんか誰かのガンタク T シャツとか、ガンタク起点の店長の福山のガンタク T シャツ白いシャツにあの混んでこう墨塗ってこと顔でガンタクで起点ってやつだけはちゃんとプリントしとくからうん、もう野崎さんのその発想力でね天才誰を主役にするかが決まってないんだけど、うん、今そうだからなんかあのそれだね、あのせっかくこうやってずっと野崎応援伝説ってやってるんだからそのグッズぐらいは作るか、うんうん、もう2回目にしてちょっと言い切ったこと言ってるけど、でもさ DVD とか出してるんでしょこのシリーズでさ、うんはい、出してる出してるロック相当だから違うそういうほらだっけあのステッカーとかも売ってるんだよこれ、だからそういう部門がほら一応あるんだから、うん、この辺の中には、はいはいはい、だから、はい、ほらやろうと思えば実現できるじゃん、うん、でも俺は主役になるの嫌だから、うん、あのその時は T シャツの A とかになってるから、俺が、うんうん、そうだから野崎さんはデザイナーです、俺はやる方だから野崎さんはデザイナーです、じゃあそれはあのチャット俺の顔とかの T シャツ絶対嫌だから、いやそれはないです、そしたらそれはじゃあまたあの話しましょうか、うんはい、ちょっとじゃあ話でそれましたが、はい、技術論的にちょっともう約1時間ちょいやったんで、結構喋ったね、そんなやったんだやったんでもう大体今日のところは出尽くしたかなとは思うんで、はい、あの1個だけ質問させてください、はい、あの太鼓今日タムとスネアじゃないですか、うん、それ以外にもその直径が径が違ういろんな種類あるじゃないですか、うん、野崎さんが過去このタムとスネア以外でこれはやってるよっていう打楽器は何ですか、あの何をやったけどあります、サイズの違うものもっと小さい、なんて楽器名忘れちゃいましたけど特にないですか、いやでも太鼓かもうスネアかタムかスネアかしかですか、あとのシンバルだけ最近持ってこられてる方がいたりとか、あ僕あと、うん、サンバ隊に入ればいろんな楽器できるかな、そうサンバは種類多いじゃないですか、うん、野崎さんはそんなにあんまり打楽器でチャレンジしたっていうわけじゃないんですねっていうのを聞きたかっただけ、うん、で持ってきたことないね、なるほど、うん、分かりました、でもあれだよね応援中も結構ほらリズムとかは結構いろんなのパロディしてるよね、ヤマガと試合やるときヤマガのシンバルのリズムずっとやってたりとかして相手のシンバルがパクるパクるとかよくやってるよね、なるほど、うん、あとすみません、あと一個さっきツイッターの質問でもあったんですけど、うん、完全に太鼓なしつまり声だけのスタンドの応援っていうのは、うんはい、野崎さん自身が経験してるか、それはしてるかないかっていうのと、それについてはどう思うか、太鼓がない声だけで応援するメドで試合をするってことですかね、それはとか、まあ鳴り物禁止みたいな、うん、そういう規制があってできない場合じゃなくて、そもそもそれさえも必要がないっていう、太鼓なんかいらないで声だけで応援するっていうスタイルについて野崎さんはどう思いますかっていう、うん、でもそれでもちゃんとやって、例えば応援をこういうふうにルールを決めて、うんうん、コールは何回で切りますとか、こういう場面だったらこういう歌歌い出しで入りますみたいになったら何もなくても
できるよね。できると思う、うん、一切なくても、うん、みんな手拍子しますとかだったら、ただなんかその難しい歌詞がいっぱい入ってるやつとかは絶対ずれるから、うん、コールとか手拍子とかだけで終わるとか考えたら、終わるとかのやつがあれば別にできるよね、うん、逆に僕ユースの応援とか、そうですよね、行く時ユースなんかほとんど何も使わない、逆にあえて何も使えるスタジアムになっても何も使わないっていうのがある、うんうん、だから野崎さん自身も鳴り物をあえて使わないぞっていう応援をやるんです、やってた、やってきたっていうことですね、うん、やる時もありますし、そかタンバリンでやったわ、ヒュースの時に、あれ麻生グランド、麻生グランドとか、あとは新横フットボールパーク、うん、人工芝の方、日産の横のね、うん、はい、うん、あそこは鳴り物使わないでやる時とかは、うん、そういうタンバリン、タンバリンを使うと、タンバリンか小刻みに揺らしちゃったりするんですか、うん、ペットボトルを固定して、うん、それポンポン叩いて、まあ、そういう方法もあるし、ね、なんかあの忘年会の二次会でカラオケであの、うん、課長に合わせてタンバリン振るみたいな、そういう感じでやると、うん、なるほど、だからまあ鳴り物を使うんじゃなくて、やっぱ結局どういう風に、結局打楽器はどういう風にちゃんと演出するかとか、うんうんうん、そのあれに過ぎないから、なくても最悪は、うん、どうにかなるもの、まあ、形にはなる、うん、そんなことだってね、昔の近鉄ファンの人なんて藤井寺球場をさ、うん、全試合鳴り物禁止でやってるわけでしょ、うん、太鼓も使えないし、うん、トランペットもないで、で多分今なんか多分あれ延長 V ゴールとかないから、多分ね、うん、90分超えた後の試合って多分これから先は基本的に鳴り物禁止になる可能性もあるからね、うん、あの平塚とかはそうじゃん、だから例えば手拍子ぐらいじゃないですか、あのもう、うん、楽器じゃないもので鳴り物を鳴らそうみたいになったら、手拍子もそういうさっきリズムとかテンポとか、うん、工夫して、そうですね、まあ一時期震災の時ベガルタ仙台が布団叩いたとあり得る話題になりましたけど、ああそうやってたね、布団叩きで、うん、あれ布団買ってきて、布団を置いて布団叩き買ってくるのはいいけど、布団も買ってきたのかね、あれはね、あれは布団は持ってきたんじゃない家から、うん、違う、もしかしてそこら辺の家から布団が飛んできたのを持ってきたのかな、ビニールシートの家の人とかからそういうことしか考えられないね、考えられない、だからまあ鳴り物使うとか結局それはなんかの次のアイデアにとか発想につながるから、うん、うん、ないなりのそういう工夫はないなりの卒業した方がいいと思って、何が何でも誰もないからもうバラバラですじゃなくて、どこも言うよね、ほら亡くなった時に弱いってね、うん、だ天皇杯が延長に入ると、うん、そこから先は鳴り物ちょっとダメですみたいな、夜9時過ぎるからみたいな、ね、増えてきてて、うん、そうするとでも無理してね歌おうとするんですよちゃんと、うん、でも絶対にずれるんですよ、うん、その時にそう太鼓叩くやつはじゃあその時にちゃんとリズとか、だからそういう意識をスティックをこうやるとかカンカンやるぐらいは怒られない、うん、なるほどね、まあ、あとエアードラムですね、でももう人数が多い場合はもう諦めてコールぐらいにした方がいい、うん、じゃあいいと思うよね、うん、まあ、そういう現場の対応力ね、うん、環境に合わせてね、うん、身につけてねっていうことですかね、うん、そうですね、僕は頑張って、その辺は、まあ、メドで試合をやったっていうのは、うん、まあ、はいはい、J2 のサポーターどこもあると思うんですけども、はいはい、ああいう公式戦でああいう経験できるっていうのはなんかない、まあ、J1 にいたら絶対できないな、できないよね、うん、J1 で逆にだって対抗ダメですって言ったら、うん、そうそう、えーってなるもん、うん、あ、うん、原太鼓ってこういうこと ね、でも原太鼓は原太鼓は気持ち悪くなる、原太鼓はすいません、あれは自画撮りするためだけにやってる、うん、いや本当に思うんだけど、実際現場では通用しないと、うん、視聴者の人って本当あの人のこと好きだね、うん、もうね、いまだにね、ごめんね、本当申し訳ないんだけど何が面白いか全然わからない、まあいいんすよ、まあ、あれは一人でやるから、あれ一人でやるから面白いんだよ、あれ何人かいたら、でもあれ多分100人とか並んでやってたら面白いなと思う、うん、だからそれは100人並んで太鼓叩いたら、例えばそれ鳴り物使ったやつ一緒だから、うん、じゃあさ、もう一つ部門作ろう、うん、原太鼓選手権原太鼓誰が一番持つかって、うん、気持ち悪くなるまで、気持ち悪くなるまでって気持ち悪くならなかったやつ優勝って、まあこの人は多分準優勝ぐらい、準優勝ぐらいしますね、うん、うん、斉藤さん来るか分かんないけど、ね、プー斉藤プー斉藤の2人です、プー斉藤の2人です、ご2人です、どうぞってどん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 って、うん、なんかマサ斉藤プー斉藤みたいなマサ斉藤プー斉藤っていいよ、革命だよ革命、じゃあ、はい、そろそろ第2部ももう終わりです、ね、締めで、はいはい、今シーズンの覗き前室はこれにて第2回は、はい、もう
野崎さんの匠の技術とりあえず野崎さんあの出し切ったということ、ね、比較的 今回はおとなしめにやったと思います。前回はあのなんか、うん、結構2人とも、ね、後半からもう楽しくなっちゃって何をやったか舞い上がっちゃって、うん、何をやったか今回割と冷静にやったんで冷静にやってますね、はいはい、し静かにしっとりと、まあ、まずは野崎さんとりあえずあのロック相当 の今そこにはサッカーアイスなくなるってことで他 の, あの できるあの場所を探さないといけない。あ、そうそう、あの今日来週 で, 来週で最終回ロクソと今そこにあるサッカーアイスだ Z 第18回で最終回最終回ってことで、でも他の企画はあるわけでしょ。 もちろんいろいろやろうと思いますけど、じゃあなんかそこに入り込めればね、もう栃木 SC 現役フロントとして出てくれたら、うん、本当ありがたいですね。うんうん、ね、変わらない野崎さんとして出てほしい。黙っててる。第3回からもしかしたら俺じゃない人ここに立ってるかもしれない。ちゃんとした人とかちゃんとした人でも 俺ね絶対そのなんかよく難しい話はしないから、うん、それにも相変わらず俺応援論か、うん、ああいいじゃないですか。いやだからそういうのは私は本当個人的にそういう野崎さんであってほしいなと思うので、うんうん、こういう風に観客増やしましたとか、それ絶対しないから ね、こんな、ね、カメラもあってね、本当放送やってますけど、本当これね、いつもなんかレストランとかで会話してることそのままだからね。わ、うん、かりました。まあ基本的にあんまりこうね、こう人前でこう喋るとか、まあ向いてないのかなと思って。そうですね。向いてないの。主役が嫌いです、ね。主役が嫌いだから、どっちかって俺はあの裏方です。やるのに考える方だから。確かに自分で言ってたもんね、コールリードは俺下手くそだってね、ああよくね。コールリードも去年一回やったやって、あれすごいよね、うん、だってまず立ち上がってあの皆さんやりますんでよろしくお願いしますよとか言ってそうどこで場が持たないんであれどこで始まるのみたいなでもそんなのがあって そっからなんかすごい今日まで駆け足で来た、うん、対抗しかやってなかったのになんかシーズン終盤でなんかいろんなことをね、うん、やんなきゃいけないみたいな感じになってきたから、うんうん、なるほどね。野崎さんじゃあ最後、はい、これ今日見てくれてる人に、うん、あと2週間後からもう J リーグ開幕ですし、ええ、野崎さんも野崎さんの2015年の野崎さんの J リーグも開幕するんで、はい、最後に締めの挨拶をこう締めのなんか一言、はい、締めの挨拶、まあいやそんな堅苦しいこと僕言えないんで堅くなくていいですよ、50に。いや別にもう目標も何もないですよ。今年はもう何事もなく1年間が終わりますようにはい、はい、誰一人スタジアムから消えることになってでもああ僕の知らないところではいろんな事件が起こってほしいんですよそういう楽しいシーズンにしたいと思います。野崎さんがどいつもこいつもっていうぐらいがいいんだね、うん、で俺の周りはもう平和で終わりたいなと。なるほど。他の周りはすごいもういろんな事件起きてほしいねわかりました、うん、でもあの主役昇格とか優勝とかの主役だけは欲しいなってあなるほどね、うん、それ以外の主役はいいですなるほどプレーオフの主役とかねそういうのになりたいけどそれ以外の主役はあの世間を騒がす主役そういうのは、うん、一切やるつもりないんで、ねうん、真面目に仕事するぞっていう、ね、真面目にやりますよ。なんで今年我々も2015年の野崎さんの1年間にもう楽しみに期待もしてますし、うんはい、そうですね。また1年後に第3回をやれるように、ねはい、変にあのフロントとして初の出禁とかなってないように、ぜひ第3回無事に迎えられるようにう、ねまあ、来年もちゃんと やりましょう。はい、じゃあまあまあ、時間ありますので、どうぞ。ですね、今日あの見ていただいた方にね、視聴者プレゼントが野崎さんから、うんはい、野崎さんから実用品がですかありますので、まず、はいはい、今日はあのこの放送で使ってたスネアスタンド、これ1名の方にこれラディックというメーカーの結構ドラムのいいメーカーのスタンドです、はい、でもスタンド自体はそんなにあれじゃないので、これをこれと、スネアのケース、割とケースですね、太めの、はい、スネアが入ります。これにサイン入れてプレゼント、サイン入れません、これ黒なんて入りませんじゃあこれがこの足とケースをじゃあ合計2人とはい、はい、1名ずつで、はい、起点に来てください、起点に来てくださいでこれ応募はどうしますか、メールにしましょう、メールにおでメールでメールをあのこれ今そこ Z にメールくださ あの感想を書いてください、うん、ちょっと寂しいんでね、あそうですね、うん、で、はい、それでまあそれで起点に現実的にこのそれで抽選の結果っていう感じで2名メールで返信して、起点に来てでその代わりすみません立川に来てくださいっていう郵送しません、基本的にやっぱりね お店にこう来てもらわないと意味がないんで、この企画もね、はいそうですね、なのではい、じゃあこれ1名ずつにプレゼントということで、割とちゃんとこの
ふざけてるようでしょ、もう僕は真面目な。じゃあ、締め切りも、3月1日までにしましょう。3月1日まで、ね、3月1日までにメールくださいということで、はい、辺で応募方法こちらまで。今出てるんだよね。出てない、出てない、出てますよ。はい、はい、ということで野崎さん、はい、これで締めます。はい、ありがとうございました。野崎さんの出番を締めますので、はい、最後に野崎さん、バモちゃんだけちょっと残ってもらいますが、はい、じゃあ最後の最後に野崎さん、後で、あれ後ですか、フロンターレ2万の泣き虫電車バージョンをやって締めましょう。尺があれば、尺があれば、じゃあ次は次のコーナーというかお知らせがあるかもしれない、はい、ちょっとお知らせをやりたいんで、はい、太ったおじさん呼びます。とりあえず野崎さん、ありがとうございました。拍手、皆さん。で、俺も出る。そのままじゃあバモちゃんいっちゃっていいですよ。マイク2本使って、じゃあ来週、はい、来週告知を、この今日太鼓叩いてたプーさんが企画します。いやでも今日疲れたね。来週は3月1日の13時から、あ、松本山形に栃木市あるね。本当にかぶってるんですけど。そっち行った方がいいんじゃない。はいはい、ちょっと寄ってますから。はい、はい、1時から、4部だよ全員集合という形で JFL のサポーターサミットやりたいと思います。おこれが来週の日曜日。そうですね、正直なところ、おいなんかこの西岡がボイコットされた時に、JFL のサポーターのサミットということは、はい、JFL のサポーターがどんどん集まってくるということで。そうですね、今のところ決まってんのが、あなたは奈良と、鹿児島と、ホンダだけって形で、こんだけのサポーター、あとアスルクラブの沼津さんも、とりあえずじゃあ、この放送に3月1日出てくれる、横川、ウーバー、龍慶、八戸、スペシャル京都、SP 京都、FC 大阪、ミオ、ソニー仙台、マルヤス、ベルスパ、ファジアノネクストのサポーター大募集ってことでね。よしです。じゃあ、ありがとうございます。募集してます。じゃあ、メールくださいでいいですよね。そうですね、3月1日12時から6時ぐらいまで、立川起点に来れる、いらっしゃれる方、はい、交通費は申し訳ございませんが地持ちでお願いいたします。はいはい、ちょっとこちらでは出しようがないので、はいはい、できればどこら辺に来てほしいかな。 FC 大阪とか、おうおう、関西リーグ、そうですね、はい、来ていただいて、あとは龍慶の学生が1万人来る、あとは先ほど太鼓を投げてしまうっていう ね、 ああ、そうですね、新しい太鼓の使い方をするバンラーレの、その、そうですね、八戸の方はぜひ来ていただきたいですね。お会いしたいですね。昨日ツイッター見てるのをしっかり分かってるので。ただね、本当この人今喋ってますけどすげえ面白いですから、ね、いや でも正直なところ最終回って聞いてないですよ。はい、この最終回を飾るにふさわしい。もう本当にそうですね、来週まあ潰れてもいい。で、要は3月1日っていうのは翌週がもう JFL 開幕なんですよね。そうですね、だから1週間前のね、はい、いよいよっていう、なんかいいね、この JFL っぽい時間、3月1日日曜日13時キックオフ。 そう、それ狙いました。あ、それ狙いのね、昼なんで JFL、 夜の放送を撮れませんでした。そうですね、はい、なので、じゃあ JFL だよ、あ、4部だよ、全員集合っていうおつな企画を最終回にやるってことでいいんだね。そうですね。できればいいですね。最終回じゃなくて失敗して次ぐらいにまたまとめてもらうもんだと思ってたんですけど。いやプーさん面白いからね。てか、しかも野崎伝説の後ってやりづらいよね。じゃあそこでプーさんが伝説を作ればいい。だからプーさんがここで伝説を作って、うん、面白い回にして、なんで終わっちゃったんだこれはと、またほら終わっちゃって、それがまた面白かったらまた復活するかもしんないじゃん。頑張れって、またとにかくあと1週間後なんで、うん、また1週間後の放送の時にいよいよ終わりますねっていうところでいろいろ発表しますから、こちらから、ね、見なきゃ損ですね。とにかく面白いもん、うん、まず JFL 開幕1週間前に、今 JFL 応援しているサポーターの人に出てもらって、まあ去年のシーズンの話とか、ね、今シーズンの楽しみとかをみんなで語り合いたいなってことでいいですか。大丈夫です。はい、気を取ってますね。すごい、本当に知らなかった。いや違う、最終回っていうのは本当に知らなくて、本当に知らなかった。だから最終回って聞いて、いやそれ思いで、普通最終回って大事じゃないですか。今まで1回目から18回目を振り返って、うん、なんか時と途中で仲間割れが起きたねとか、うんうん、振り返ってねそういったもんが起きるもんだろうかなとか、ね、あ、なるほどね。そういう普通なことはしません。じゃあ最後に最終回に向けて抱負だけどうぞ。そうですね、どうぞ。まあ正直なところ DVD の最後寝てるだけ、はい、まあ今回ぐらいは爪痕残すのと、あいつ喋るんだなっていうのは見せていきたいと思いますので、うんうん、ぜひ奈良クラブ昇格したばっかですから、まあそうですね、アピールしてくださいね。新規チームなんですけれども、はい、主役を一番最初に持っていこうと思いますので、はい、まあ本当にそのためには
あのこのチームの方々本当に募集してますので、はい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 、全部揃ったらもう J2 と JFL 等より勝てると思ってますんで。あ、今気づいたんですけど、ここにホンダロックっていうのが唯一入ってないですね。入ってないですね、うん、ただあのすみません、まだオファーしてないです、重鎮に関しては。わ、はい、かりました。じゃあぜひね、このそうです、ね、ここに今書いてあるね、あの12時から6時ぐらいまで立川起点にいられる方、はい、ぜひ募集してます。お待ちしてます。痛い。ツイッターでもメールでも構わないので、そうですね、ぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、ということでじゃあ来週の告知は終わりということで。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いいですか、終わって。じゃあ終わりますかね。どうぞ。終わるよ、はい、じゃあ、あの最後にね、何、あの船木さん、船木さんの、のあの生でのフロンターレ2万泣き虫電車バージョンを最後にやってもらうんで、サポーターとか関係なく。船木さん、中央来てくださいよ、中央。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。あ、ありますか。終わり、ありがとうございました。いいよ、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。おさThank you.